ザック・セイバー・ジュニアは、イギリスのプロレスラー。本名、ルーカス・イートウェル。ケント州、シェピー島出身。RPW 所属。祖父母が保管していた BS のプロレス中継番組を、録画したビデオを見たことがきっかけで、プロレスに興味を持ち、ジョニー・セインと、スティーブ・グレー、ジョニー・キット、スカル・マーフィー、ロビー・ブルックサイドなどのイギリスのテクニシャン系選手に、 見せられる。そしてテレビのドキュメンタリー番組で取り上げられた地元団体 NWA UK ハンマーロックに入門を決意。NWA UK ハンマーロックのジムで14歳の頃よりアンドレ・ベイカーの指導を受けた後2004年4月に同団体のシェッピー・島シ,シアネス大会でデビュー。2005年10月には NWA UK ジュニアヘビー級王座をダッシュした。 その後、UK ハンマーロックの活動が停止に伴い2006年頃より、スペインやドイツなどに進出、2006年8月18日、RQW のリングにて、塩崎剛と対戦。この試合が、後のプロレスリング、ノアイギリス大会への出場オファーのきっかけとなった。2008年には、ノアのイギリス大会に参戦し、金丸義信と対戦。 20分時間入れ引き分けに終わった。2009年、IPO UK に参戦し、マーティスカルトのタッグで、IPO UK 英国タッグ王座を獲得する。2010年1月には、WXW に参戦し、WXW 世界ライト級王座を奪取する。さらに6月、WXW 世界ヘビー級王座を保持する、スティーブ・タグラスを破り、初代、 WXW 統一世界王者となった。8月には、タイトル歴と過去に金丸と引き分けた実績から、IPO、UK に参戦したノアの金丸が保持する GHC ジュニアヘビー級王座へ挑戦したが、敗北した。2011年のノアのヨーロッパツアーにおける5月15日のドイツオーバーハウゼン大会で石森ふとしにに勝利する。 過去のノア勢との交渉部が評価され、ザックのノアへの留学が決定した。7月からの日テレ G 杯総奪ジュニアヘビー級、タックリーグ戦に石森とのタックで参加することになった。しかし、急遽開援隊土女の滝沢博史に、パートナーが変更となった。8月のオールトゥギャザー東日本大震災、復興支援、チャリティープロレスの第1回大会にもノア代表として参戦し、 バトルロイヤルに出場した。2012年にも再びの兄参戦。また同年の第6回、日テレーハイ争奪ジュニアヘビー級、タックリーグ戦にも再参戦。ポールロンドンと組んで出場した。金丸平柳原藩に勝利したのみで、同チームと同意で、B ブロック再開の成績であった。2013年には第7回、 日テレ G ハイ争奪ジュニアヘビー級タックリーグ戦に小川義成と日英テクニシャンタックを結成して参戦した。しかしリーグ戦開催前から歯車の噛み合わないような関係で公式戦でも試合途中で仲間割れを毎回起こし空中分解寸前であったが全勝で最終戦を迎え新日本プロレスの重心サンダーライガー タイガーマスクと対戦するが、両者リングアウトとなり、両チームが勝ち点6の同点で、ブロック主位同点となり、直後に決勝進出決定戦が行われ、ザックがピンフォールを喫し敗退した。なお、ザック組は技能賞を獲得している。同年8月4日、ディファ有明での旗上げ記念大会、デパーチャー2013から13年目の夏から、で、石森の保有する。 GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦したが、敗退した。12月7日、有明コロシアムでの、グレートボヤージュ2013イン、東京ボリュームに、田上明蘭大記念大会にいて、小川とのコンビで新日本プロレスのライガータイガーマスク組へ流出している、GHC ジュニアヘビー級タック王座へ挑戦を表明し、ザックのパートナーだった小川が、 ピンホールを奪い GHC 王座を初ダッシュを果たした。なお、ザックにとっては、これが GHC ジュニアタッグ王座へは、初挑戦であった。2014年からは、ノアの常連外国人となり、11月4日には、原田大輔が保持する GHC ジュニアヘビー級王座へ挑戦するも、敗北した。2015年には、 グローバルジュニアヘビー級リーグ戦や日テレ g イ争奪ジュニアヘビー級タックリーグ戦に出場した。2016年はアメリカ、イギリスを転戦、6月からは WWE 主催の CWC に出場。2017年3月6日、新日本プロレスに初参戦し、柴田勝頼の保持する RPW ブリティッシュヘビー級王座に挑戦し、 試合終盤に鈴木軍が介入して、鈴木ミノルが柴田に対しごっち式、パイルドライバーを決めると、最後はザックが自ら PK で柴田をピンホールして3カウントを奪い王座を奪取した。試合後、ザックは鈴木軍の T シャツに袖を通し、鈴木軍の一員となった。なお、鈴木軍入りは、同じ当時鈴木軍のメンバーで、イギリス出身のデイビーボーイ・スミス・ジュニアとのつながりで、 あるとされる。2018年3月、ニュージャパンカップ2018に初出場を果たし、初戦で優勝候補の一人と言われた内藤哲也と対決し、新技のオリエンテリングウィズナパームですで内藤からギブアップを奪い初戦を突破。続く2回戦で、イブシコータ、3回戦で真田を相次いで破り、決勝戦では、棚橋博士との30分を超える激闘を制し、 初優勝を成し遂げた。そして当時の最多防衛記録、11まで、あと1に迫っていた岡田和地下が持つ、IWGP ヘビー級王座に挑戦するも敗れた。8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28は、B ブロック予選を最終戦で、内藤哲也に勝ったことで、勝ち点12で1位となったが、同点に、メッシブセ、内藤。 ケニー・オメガが並び、勝った相手の勝ち点の合計が一番勝るシ伏せに、決勝進出を譲る格好となった。予選落ちしたが、週刊プロレスでは、サブミッションのキレを評価された。2019年1月11日、ギルフォードでイリエ、イシゲ茂ロと、RPW ブリティッシュヘビー級選手権試合を行った。イリエが、エルボーバットなど、パワーファイトで食い下がったものの、ザックは、 積極的な関節狙いの末19分0秒に変形アームバーで勝利。3月、ニュージャパンカップ2019にエントリー。準々決勝まで行くも昨年の決勝戦で戦った、棚橋博士に、ジャパニーズレッグロールクラッチホールドで敗北。その後、自身の持つ RPW ブリティッシュヘビー級王座の、次期挑戦者に、棚橋を指名。4月、 アメリカのマディソンスクエアガーデンで、棚橋の挑戦を退け、王座防衛。2019年の G1 クライマックス29では、4勝5敗と、負け越しながらも、元プロレスリングノアでの先輩、ケンタや、同じギリス人で IWGP、ジュニアヘビー級王者のウィル・オスプレイから勝利を挙げるなど、確かな実力を見せた。なお、彼は負け越した原因は保守党のボリス・ジョンソンが、 にになっったたことと動揺したからと語っている8月11日、8人タッグマッチでリーグ戦で敗れた棚橋に再びピンホールを取られてしまう。これにより、イギリス大会で RPW ブリティッシュヘビー級王座をかけて棚橋博士と今年4度目のシングルマッチを行う。31日、イギリス大会での試合結果は、ザックが サブミッションで棚橋を追い込むも、ドラゴンスープレックスホールドからのハイフライフローを喰らい、王座陥落陥落後、次のシリーズでリマッチをすると宣言。9月、別府大会で棚橋をリマッチを挑む。27分もの激闘となり、グラウンドコブラツイストで棚橋から勝利し、王座に帰り咲く。12月8日、 広島大会のメイン終了後、バックステージでサナダを襲撃。翌年の東京ドーム大会でのブリティッシュヘビー級王座戦が確実となった。年内最終戦となった12月21日の後楽園大会では、当初タイチと組み、サナダブシと戦う予定だったが、サナダの顔面負傷により急遽ブ士シとのシングルマッチが組まれた。セコンドについたタイチと体型が告示した。 マスクマンブラックマスクドホースの介入もあり優位に試合を進めるも一瞬の隙をつかれ最後はブシロールで破れてしまった2020年1月5日の東京ドーム大会の第3試合でサナダをヨーロピアンクラッチで破りブリティッシュヘビー級王座防衛に成功2月2日北海道北海道立総合体育センター北海北エールで行われた プレゼンツ・ザニュービギニングインサッポロの第7試合でウィルオスプレイを相手にブリティッシュヘビー級王座防衛戦を行い、レフェリーストップで王座防衛に成功。2月9日、大阪城ホールセミファイナル終了後、E ワグパスヘビー級王座のジョンモクスリーを襲撃、次期挑戦をアピールした。2月14日、レボリューションプラウレスリングのヨークホール大会にて、 行われた、ブリティッシュヘビー級王座防衛戦は、ミルオスプレイにストームブレーカーを決められ王座陥落。2月21日、甲楽園大会メイン終了後、IWGP タック王座を獲得した、棚橋博士、イブシコウタを大地と共に襲撃した。実挑戦をアピールした。6月22日に行われた。 NJPW ワールドスペシャルニュージャパンカップ2020の1回戦は、第4試合で、イブシコータと対戦。最後は、神声を決められる1回戦敗退。7月12日、大阪城、ホールドミニオンイー大阪、城ホールの、第6試合で IWGP タッグ王座をかけて、王者組と対戦。最後は棚橋に天章ザックドライバーを決め3カウント。タイチザックが、 新チャンピオンになった。7月31日付で正式に返上されたネバー、無差別級6人、タック選手権の新王者組を決定する、第21代ネバー無差別級6人、タック王座決定トーナメントが8月6日から8月9日の後楽園ホール4連戦で開催され、大地と金丸義信をパートナーに出場したが、8月7日に、 行われた一回戦で構想中のゴールデンエース、マスターワト組に敗れた。8月29日、サマーストラグルインジングの第5試合で IWGP タグ王座戦、挑戦者組を迎え撃った。試合は、王者組が棚橋にザックメフィストを決め3カウントをダッシュ。王座初防衛に成功した。ありがとうございます。